皆さんこんばんは。今回は佐々木のぞみさんの現在について調査してみました。まずは軽くプロフィールをご紹介します。本名、渡部のぞみ、生年月日、1988年2月8日、33歳、出生地、秋田県秋田市、身長、168cm、血液型、AB 型。職業、女優、歌手、ファッションモデル。配偶者、渡部健、事務所、トップコート。2005年、秋田フォーラス、現、秋田オーパに出店していた。ショップ、流行屋の店員として勤務していたところ、集英社の青年漫画雑誌、週刊ヤングジャンプの、全国縦断素人美少女発見グラビア、ギャルコンジャパン。のスタッフが偶然見かけ同店の店長の承認を得て写真撮影をしたそうで、2006年3月9日発売の同誌でギャルコンジャパン初代グランプリとなったことが発表されました。2006年8月集英社の女性ファッション雑誌ピンキーの第2回プリンセスピンキーオーディションで応募4290人の中からグランプリを受賞しました。集英社発行の雑誌において読者層が大きく異なるグラビアアイドル系のコンテストとファッションモデル系のコンテスト双方でグランプリを獲得したのは史上初だそうで、芸能事務所十数社から獲得の申し出があったそうです。そのため集英社が各事務所との面接を段取り、ヤングジャンプ愛読者だった当時のマネージャーの熱意を受けて、トップコート所属となり事務所所属を機に、ショップ店員を退職して上京したそうです。2007年1月、集英社の少女漫画雑誌マーガレットに、佐々木のぞみさんのシンデレラストーリーを漫画化した、ガールフロム秋田トゥートキオが掲載されました。同年より集英社の金のティアラ大賞応援キャラクターとしても活動、その一方でピンキーの専属モデルとしても活動し、同年5月発行の同誌7月号で鈴木恵美さんと共に初の表紙を飾りました。5月7日にはブログを開始、11月21日発売のアクアタイムズのアルバム誰かの地上へ収録曲 Be With You のミュージックビデオにも出演しました。また集英社週刊プレイボーイで秋田弁を話す生ドルとして紹介されました。同年5月21日にはフジテレビ爆笑レッドカーペットで全国ネットの地上波番組デビューしました。テレビ番組でのタレント活動と並行して2008年1月発行のピンキー3月号では初めて単独表紙を飾り、同年2月4日から日本コカ・コーラ爽健美茶の CM にアン・スミレ・バネッサと共演して全国版 CM デビューしました。また、2008年11月1日公開の映画「ハンサムスーツ」で女優デビューしました。そして、2009年1月13日から放送された日本テレビの火曜ドラマ「神の雫」で連続ドラマ初出演を果たしました。2010年にはピンキーの休刊に伴い、雑誌「ノンノ」のレギュラーモデルとなりました。では、佐々木のぞみさんの家族や兄弟構成に注目し、両親や兄たちがどんな人物なのかご紹介します。父親は自ら命を絶ってしまったとあり、佐々木のぞみさんがお葬式の際棺桶を蹴り飛ばしたとの衝撃のエピソードがあります。佐々木のぞみさんが地元秋田で元ヤンキーだった話は有名ですが、なぜこのようなことが起きてしまったのでしょう。佐々木のぞみさんの父親にまつわる噂の真相についてもご紹介していきます。まずは佐々木のぞみさんの実家や家族構成などについてですが、佐々木のぞみさんはもともと5人家族で、兄弟構成は長男次男だそうです。父親は運送会社に勤務していたが、
佐々木のぞみさんが中学生の時に他界しているそうです。母親は秋田県にある介護施設で介護の仕事を、長男は結婚して子供がおり、日産自動車で働いているという噂があります。次男は結婚しているかは不明で仕事は盛んということでした。実家は公表されていませんが、佐々木のぞみさんが秋田市立飯島中学校を卒業しているため、実家は飯島中学校の学区内にあるものと思われます。そして、なぜ父親は自ら死を選んだのか、佐々木のぞみさんが葬儀で父親の棺桶を蹴り飛ばしたのか。まず、佐々木のぞみさんの父親は職業を転々と変えていて、最終的に運送会社に勤務したとされています。しかし仕事中に大きな事故に巻き込まれてしまい仕事を辞めています。仕事を辞めた後、事故の後遺症に悩み、自暴自棄になり自ら命を絶ったと言われています。そして佐々木のぞみさんがその父親の棺桶を蹴り飛ばしたいきさつについて、佐々木のぞみさんが中学生の時にグレてヤンキーになったという話は結構有名ですね。体が不自由になり自暴自棄になった父親を見るのが嫌で、佐々木のぞみさんは非行に走ったと言われています。そして葬式の時に身内から、ぐれてしまった娘と生活するに耐えかねて、自ら命を絶った、と、言われ腹を立てて棺桶を蹴り飛ばしてしまったようです。嫌味を言ってきた身内に対する怒りだけでなく、佐々木のぞみさんは家族を残して自ら命を絶ってしまった父親に、強い怒りを感じたのかもしれないですね。これを踏まえて夫の渡部健さんとの関係ですが、多目的トイレ不倫騒動後に休業が続く夫の渡部健さんとの夫婦関係を永遠に継続させることを完全決意したそうで、その証のためある計画を進めているそうです。渡部健さんは2020年6月複数女性との不倫騒動が報じられ芸能活動を休業しました。同年12月に会見を開いたものの、その後1年、復帰できない状態が続いています。昨年7月には佐々木のぞみさんが推定4億円の新居を購入したと報じられたことなどもあり、離婚説が何度も報じられましたが、佐々木のぞみさんは、別れないと最終的に決意したそうです。そうした中、昨年暮れ12月14日発売の週刊女性が、夫婦の近況を報道しました。渡部健さんが最近21年初めに一時アルバイトしたとされた東京・豊洲市場で久々に不定期で働いていることや、同年11月の終わり友人らも含め鳥取に松葉ガニを食べるために家族旅行に行ったなどと報じられました。渡部健さんの休業が続けば続くほど憶測は消えませんが、佐々木のぞみさんがそうした夫婦仲危機説を吹き飛ばすためにファミリー計画2人目を発表すれば、渡部健さんとの離婚説は完全に消えてなくなります。佐々木のぞみさんは渡部健さんと話し合い決意を固めたようです。一方で渡部健さんは今後調理師免許を取得すると言われており、このまま専業主婦として徹底的に家事や育児をしていくことに決めたのかもしれません。佐々木のぞみさんは渡部健さんからひどい裏切り行為をされていますが、現在も離婚しないのは自分が父親がいなくて寂しい思いをしたため、子供には父親が絶対に必要だと思っているからなのかもしれませんね。何はともあれ今後渡辺ファミリーが幸せなら何よりですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それでは、また。